北九州市の門司港で開かれている門司海峡フェスタ。焼きうどんや焼きカレー、地ビールなどの地元グルメに加え、ちょっと贅沢な限定商品も登場していました。こちらのカレーパン、中にはホテルのカレーが入っているんだそうです。外はサクサクで、カレーがまろやかで、すごくコクがあって美味しいです。会場では県の内外から訪れた多くの客が舌鼓を打っていました。食べるものが美味しいなと思います。ママとパパがね、ご飯で買ってきてくれた。美味しいです。下地座なんでいいですね。とりあえずいっぱい出かけたいですね。門司海峡フェスタは明日まで開かれています。今日は2割引きになります。東峰村で今日から5日間開催されている春の民島村祭り。およそ50の窯元が工房を開放し、小石原焼きなどを特別価格で販売しています。去年より全然お客さんも多いし、今年は空いてる店も多くなってます。市のがやっぱり安くなってるのでいいと思います。新型コロナの影響で2年間中止になったものの、去年に続いての開催で客足も戻ってきているということです。2年間は苦しかったので、やっと今までの民島祭に戻ってすごく嬉しいです。一方、佐賀県神埼市にある国の名勝九年庵では、あさって5日まで春の一般公開が行われています。もみじや苔などの鮮やかな新緑が訪れた人たちの心を癒していました。3年越しに見たい見たいと思って、やっとこ念願叶いました。緑が豊かでですね、春を感じるところが素晴らしいなと思います。ほーら、福岡県糸島市の桜井神社で氏子らおよそ60人が行ったしめ縄作り。家内安全などの願いが書かれたおよそ3000通を編み込みながら、およそ3時間かけて長さおよそ30メートル、重さ1トンほどの巨大なしめ縄が完成しました。このしめ縄は二見ヶ浦の沖合にある夫婦岩を結ぶもので、年に1回この時期に掛け替えられます。巨大なしめ縄を持った氏子たちはこれから海を渡ってあちらの夫婦岩に縄をかけに行きます。観光客が見守る中、海を渡った氏子たちは高さ12メートルほどの夫婦岩に登り縄をかけました。なかなか勇気がないとあそこまで上がれないと思いますね。すごい。五穀豊穣をお祈りするお祭りですので、まあ、今年の秋いろんなものが豊かに実るということが大事じゃなかろうかと思っております。